えっと、今回はデザインカッツから2020年9月に入手したバンドル品の中から、このヴィンテージロゴクリエイターキットについて説明します。で、これが説明文ですけれども、あのファイルタイプとして PNG とか AI あるいは PSD ファイルが提供されてます。で、これがサンプル画像になります。で、これの特徴は、ここにありますように、 まあ図形と文字との組み合わせがもう支給されてるということで、えー、AI とか PSD ファイルもありますので、えー、すごくこれは便利です。ただし、まあ、後でこの辺説明しますけれども、あの、AI で、例えば Affinity Designer で起動すると、あの、フォントがない、まあ当然ないので、 えー、フォントの代替えっていうか、ということ、えっ、ー、と、代替えをしますかっていうエラーメッセージが出てくるんですけれども、あの、アフィニティデザイナーも、このイラストレーターも、そのフォントがわかってるのに、それをネットを通して自動で入手してインストールするっていうことをやらないですね。 あくまでもアフィニティデザイナーの場合は、まあ、こういう、え、フォントに、今、パソコンの中にあるフォントに、交換、代替しますかっていうことしかなくて、で、そのテキストを、え、まあ、Windows であればメモ帳とかでダウンロードして、で,で、一つ一つ、そのフォントを、 えー、ブラウザーで検索をして、まあ、ダウンロードして、で、フォントとして、えー、パソコンにインストールしないと、こういう状態っていうのはできないです。それが結構時間かかります。まあ、今回確か10個ほどあったと思うんですね。そういう、えー、要は、もともと私のパソコンに入ってないフォントを、 まあ指定してくれるのは指摘してくれるのはいいんですけれどもあの自動で入手してくれないというのがちょっと問題だなと要はそれが分かってるんであれば自動で入れてほしいですよねでこちらもまあこういうせっかくいいロゴはできてるのにそのフォントがないがために あの、これとは全く違う状態になるというか、まあ当然ですけれども。で、まあ、ここにいっぱいありますけれども、まあ色、これは色違いですね。色違いのものも提供されてます。で、あとはこういう形、図形そのもの。で、あとこういうものも、まあ、えー、その、適層がない状態ですね。もあります。 で、いつものようにチャートで説明しますけれども、まあ、ロゴですから、まあ、こういう感じで図形があって、二つの、えー、テキストがあります、まあ。当然、先ほども説明した通り、フォントが違うものです。で、えー、サンプルと同じようにするんであれば、このフォントの、えー、違うものっていうのは、 最初に起動の時点でわかるので、あの、立ち上げた時にわかるので、で、それをもう自分で、マニュアルで、あの、インストールする、するしかないです。で、それを、えー、これは、えっ、ー、と、図、図形という、えっ、ー、と、PNG ファイルで提供されてるんで、PNG ファイルから SVG ファイル、 私の場合は PHP コーディングでは既にソフトがあるんで、で、それで自動で SVG ファイルを作ります。そうすれば、このフォントに関係なく、こういう感じで 3D にブレンダーですることができます。だから、これはあくまでもフォントとか選ばなくても、もう画像ファイルから作ってるということですね。で、ここの色は適当に えー、ブレンダーで自由に変更できますので。で、ここは、えー、画像、JPEG の画像から作ったものですから。で、こういうこともできます。で、これは図形だけのものですけれども、も当然ながら、 こういうふうに 3D にすることもできます。で、先ほど説明したのはこれですけれども、まあこういう感じで、3D にすることができます。当然ながら、えっ、ー、と、フォントを全部指定すれば、 え、サンプル画像と同じものができるんですけれども、えー、そのフォントによっては、もしかすると不完全な状態も出てくるかもしれないです。あの、これまで私のチャンネルで、えー、ほとんどフォントなんですけれども、2D から 3D にできますよと説明してても、えー、ブレンダーでの処理で、え、一部、 あの、3D になってない不完全な状態っていうものがいくつか、あの、えー、見つかるというか、そういうケースが出てますので、まあ、その時によって修正すればいいんですけれども、まあ、このように画像から作れば、基本、画像で表現されてる、その、黒い部分ですね。えっ、ー、と、白黒で作りますので、 だから黒で作ったこのテキストは基本 OK の状態になります。でこれがもう一つの図形というか、まあ、サンプルというか、これも同じです。あのフォントでやろうと思ったらこういう曲線上にこの文字を当て。 んでこのスクールもそうですけれども、あの、アフィニティデザイナーの方で、それをやらなければいけないんですけれども、あるいは、先ほどフォントをちゃんと指定すれば、もうこういう状態っていうのはできてますので、でそれをやった上で、アフィニティデザイナーの方で SVG ファイルも直接出力をして、ブレンダーで 3D に基本できるんですけど、 ま、フォントによってはもしかすると再現できないものも出てくるということですね。えっ、ー、と、これらはすべて先ほども説明したように全部 JPEG ファイルから変換しているものなので JPEG ファイルですよね、多分。あ,あ、PNG ファイルからですね。要は PNG ファイルから JPEG を作って PNC ファイルからなぜ JPEG を作るかというと、PNC ファイルだと、私の場合パソコンそのものをダークモードにしてるんで、あの、背景が白じゃないとよ,よくわかんないんですね、図形が。で、いちいち開いてても時間かかるんで、あの、PNC ファイルから JPEG ファイルを一回作って、要は JPEG は、えー、透明のところを白にして、で、図形とか文字を、 黒にしてますので,でそれを作った上で SVG ファイルを作ってるんで、えー、PNG ファイルからでも作れるし、えー、JPEG からも作れますただ色がついてるとその要は真っ黒と判断すればいいんですけれども灰色として、えー、とその黒っぽい灰色であればいいんですけれども白っぽい灰色だと 白ととして判断される SVG ファイルにした時にそこのデータが全くない状態真っ白の状態になる可能性があるんでそこだけはちょっとコツがいるというかどうしてもその図形が必要ということになればもうアフィニティデザイナーの方で、えー、一度、えー、色を変換するというか要は RGB からグレーモードにして、で、もう白と黒ではっきりと分けるという感じですね。で、こういうこともできますということです。ですね。だからこれができれば、 この図形もそのまま使えますし、あと文字を変えていけばいいだけの話ですから、あとはアフィニティデザイナーの方で、えー、ここで,で JPEG ファイルと PNG ファイル、あるいは SVG ファイルもできてるんで、SVG ファイルをアフィニティデザイナーでインポートして、でそこで え、その、文字のところだけ変えていく。ただ SVG ファイルなので、えっ、ー、と、全く、えー、一からやり直して文字のところだけ消して、そこを、まず、フォント指定で文字列を決めて、で、そこに、え、カーブ、え、convert to curves 処理ですね。それをして、SVG ファイルとして出力をすれば、 基本 OK になります。ただし、フォントによっては、それでも NG になるところもありますので、えっ、ー、と、それはそれで、えー、ブレンダーになった時に NG のところは、まあ、その時の状況によって、アフィニティデザイナーのノードで変更するか、もう、アフィニティデザイナーの方で SVG ではなくて JPEG ファイルとして出力をして、 あの、この、まあ私の場合はですけど PHP で JPEG から SVG にえ自動変換すれば基本ブレンダーでは OK になるということですね。ということで今回の説明は以上になります。